カープライムナビゲーターの川西圭介です。今回から話題の車、注目の車、そういった車種を紹介するコーナーはカープライムカッティングエッジとしてお届けすることになりました。初回はお隣韓国のメーカーヒュンダイから、水素自動車ですね。非常になかなか見る機会が日本ではないんですけども、そんなもネッソ、こちらをご紹介したいと思います。ゲストコメンテーターをお迎えしております、自動車ジャーナリストの鈴木健一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モータージャーナリストの鈴木健一です。はい、ヒュンダイ、そのメーカーですねについてちょっと簡単に教えていただけますでしょうか。はい、ヒュンダイなんですけど、名前の通りね、韓国メーカーで、1960年代に、ね、創業して、はい、最初はノックダウンだったのを作ってたんですけれども、70年代くらいから、三菱の、提携とかしながら勉強しながら、80年代90年代と、ね、オリジナルを使って世界に、はい、で今となってはもうすごく大きく、もうグローバルで売れるメーカーになりました。はいはい、でヨーロッパなんか行くと、ね、非常によく見かけますし、一時期は日本でも販売されてましたよ ね、2001年から2009年は日本でも売ってたんですけど、それは、ね、ちょっと残念ながらあまり売れずに撤退になってしまったんですけど、アメリカでは、ね、たくさん売れていまして、世界的には、去年は720万台、ブランド別に言うと、ね、第5位、5位、1位がフォルクスワーゲン、2位が、トヨタ、3位が日産ルノー、で4位が GM、GM 戦って5位が、ヒュンダイ、ヒュンダイの下にキアっていうのもあって、それを合わせて、ホンダよりもたくさん売れてるというくらいたくさん売れてます。世界で5番目に販売してるね、ブランドとも相当大きいですね。基本的にたくさん売れてるっていうだけじゃなくて、評価も高くて、今年の、ワールドカーオブザイヤーはキアが取ってます。ヒュンダイグループのキアですね。で実際に、北米カーオブザイヤーもヒュンダイのジェネシスが取ってます。だから、海外ではもうちゃんと、多分ね、アメリカ人とかヨーロッパ人からすると、日本とヒュンダイは、もう同じくらいに思われてるんじゃないでしょうかね。なるほどね。日本でこそね、そのおなじみではないけども、グローバルだよね、そういう存在。そうです、そうです。その中でこのネストは、2018年 のセスですね。セスですね。アメリカで行われている、これは車のショーではなくて、なんていう、家電とか、そうですね、エレクトリックコンシューマーショーという、そうですね、実際に僕も行ってましたし、すでにある SUV プラットフォームに FC のこう、モーターとかそういう発電機を乗せて仕立てたっていう車です。で特徴は、非常に、デザインが、すごくモダンでっていうのがやっぱり特徴じゃないかなと思います。日本ではいわゆる燃料電池車といってね、メジャーなところでというか、もう数がないんですけど、トヨタのミライ、そしてホンダのクラリティがありますよね。それに仕組みとしては相当する車なんだけども、ヒュンダイとしては燃料電池ではなく、水素電気自動車、より分かりやすい、要はその水素から発電して、モーターで動かすということになってますね。でもう、車って言っても結局、ホンダと、トヨタとホンダとヒュンダイと、あとメルセデス、GLC の GLC の FCL ね、実際に今売ってるのはそれくらいしかないんですよね。でもう本当に数が少ないし、なんといっても給油できる、給油っていうか水素ステーションがやっぱ世界でも少ないと、2018年末でまだ400基場所くらいしかないと、400もないと。でそのうち日本は、130くらいあるんですよ。世界で400ですか。そう400も切ってるっていうのに、その中で日本には130ある。そう、じゃあ日本多いですね。日本も、とんでもなく多いんですよね。でも日本で多いって言ったってね、その水素ステーションなかなか見ないですから、まだまだそういうレベルではあるってことですね。だから、電気自動車の次の、未来の車って感じですよね。なるほど。じゃあちょっとね、全体スタイリングから見ていきましょうかね。さてネストなんですけれども、これはサイズ的に言うとざっくり、トヨタのハリアーぐらいのクラスと思っていればいいですよね。そうですね。全長が4670、全幅が1860、で全高が1640。なるほど。高さが SUV にしてはちょっと、そうですね、結構低いですね。低めですかね。でもヒュンダイというと結構デザインがなんか尖ってるというか、かなりデザインコンシャスなイメージありますよね。ネッソどうですかね、この、顔つき特徴的ですよね。これね、目が細い、目が細くて眉毛つながってる。
そしてやっぱグリルはね、最近のまあこういったトレンドに沿って、まあ大きいですよね。大きいですね。リバーストーン、河原に転がる石のようにちょっとこう角が取れてるっていうのがデザインらしいですよ。ローリングストーンじゃなくてローリングストーンズね。そしてこれがまあヒュンダイのねエンブレムが、はい、まあドーンと鎮座しておりますが、ボディカラー的にはこれは、ブルーグレーというかね、シックなボディカラーですね。車をね全体こう見てですね、この質感的なもの、それはどう感じられますか？質感はねやっぱりモダンで、あとやっぱり空力を随分気を使ってる、うん、こうエアロのねホイールのデザインとか、はい、部分もねかなりこう空力を気にしてるなっていう感じはしますね。この、まあ、ドアハンドルも、うん、まあ、最近割とね、多いですけども、走り出したらこれこう格納されるようなタイプですよね。そうですね、うん。そしてなかなかですね、このリアセクションでここ気になりますね。これですね、はい、これエアロですね。ここ気になりますね。ここね、ほら、通り道になってるんですよ。エアロ形状に見えます、こっちからホイールサイズは、これは前後19インチですね。そうですね、245の4号の19ですね。韓国の、ね、じゃあエアロデザインが、ね、あるように、これが随分象徴的ですよね、はいはい、これがアルミで、これプラスチックで、これパネルになってて、うん、はい、こう綺麗にこう、ね、表面が平らになってますよね、うん、すごくこのデザインセンスがちょっと日本とはまた違う独特な味がある。そうですね、うん、ヒュンダイの、ね、グローバルアンバサダーを韓国のグループ BTS が務めてるんですよね、まあ、BTS といえばね、アメリカのビルボードでこう1位を取ったグループとして非常に話題になりましたけども、第62回のグラミー賞には、ね、そこで BTS がパフォーマンスした時にこのネッソから、ね、メンバーが登場したと、まあ、そういうプロモーション、ね、これは若い人にも向けてなのかもしれないですけどもね、そういうことも行っています。さあ、ボンネットを、ね、開けてみると、まあ、これがいわゆる車でいうとエンジンならぬというところですかね。ここに、ね、フューエルセルパワートレインというふうに書いてありますけども、はい、こちらね、出力が水素を酸素と化合させて発電します。でこれで95キロワットの発電ができます。でその下に駆動用のモーターが入ってます。こう2階建てですね。でモーターは実はもうちょっとパワーがあって、120キロワット163馬力のパワーがあります。でトルクが395ニュートン、つまり4リッター、 V8 4リッターくらいのパワーがあるよっていう話ですね。で、これヒューエルセルの発電量よりモーターの方が出力が大きいのは、その分ねバッテリーを積んでて、バッテリー側からの出力も足して、120キロワットの、まあ、163馬力を達成してます。なるほど。そうすると駆動は、前輪、前輪ですね、フロントになるわけですね。はい、そうですね、はい。リアビューですけどね、なかなか特徴的ですよね、このねライトのデザインも、はい、そして、まあ、ネッソフュエルセル、もうちょっと開けてみましょうか。はい、はい、スイッチで開きます。おー、なるほど、結構床が高いですね。そうですね、うん、それでも一応461リットルの容量はあります。容量があって、まあ当然ね、リアシートも6対4分割で倒せると思いますから、まあ、スペースはありますけど、そうですね、ここがやっぱり高さがあるっていうのは、ここにその水素のタンクとかバッテリーをやっぱ積んでるからっていうことでしょうね。そういうことですね。じゃあちょっと見てみましょう、はいはい、何が入ってるんでしょうか。これはリチウムイオンのバッテリーですね。そうですね、リチウムイオンのバッテリーが、1.56kWh、うんうんうん、まあ、ちょっと量的にはねあんまりすごいたくさん積んでるわけじゃない。そんなに大きくないですよね、はいはい、プリウスよりは大きいけれども、うん、いわゆる EV とかね、こうプラグインハイブリッドの人たちと比べると少ないと。そうですね。でここの下に水素タンクが3本。そっか、この3本っていうのが、うん、未来とかクラリティと比べても多いんですよね。そうです、そうです、そうです。ここからね水素タンクは見えないですけども、この下に、3つのタンクが入っているということです。じゃあちょっとリアシートをね倒してみましょうか。どれぐらい広がるかな。よいしょ、はいはいはい。そうするとやっぱり広いですね。まあ高さもそうですね、まあ例えばこう自転車なんかをね積んだりするのもですね、ホイールを外せば十分積めるかなということなんで、まあ、SUV としての基本的なね
広さは、十分あるなという感じですね。はい、ね、その室内に乗り込んでみましたが、はい、ね、いや乗り込んだ瞬間ですね、やっぱりこう目を引くのはここかな。ここですね、ここですね。ここですね。いやね、ちょっと僕が思ったのはですね、やっぱりそこはかとない80年代感を感じましたね。はいはい、スイッチがずらっと並んでね。そうそうそう、はい、昔なんかやっぱこういうのに憧れたなみたいなですね、はいはい。もう物理スイッチがついてね。で、このジョグダイヤルでいろいろとこう選べるよと、こういう感じでね。はいはいはい、モニターも大きいですね。ね、まあだから、うん、なんていうか、この辺はやっぱり今用のですね、今時のトレンドだし、はいはいはい、逆にこれはどうなのかね、やっぱあえてなんですかね、こういうデザインね。そういうことなんでしょうね。結構タッチパネルが多い中、うん、こういう物理スイッチをこうずらっと並べて、はいはいはい、まあ男の子的にはやっぱこうコクピット感で、そうですね、面白いですね。そういう意味ではちょっと嬉しくもありっていう感じでですね。ね、しかもこのですねパネルがまあフローティングというかね、はいはいはい、下はちょっとこうね、がっぽり荷物置き場が、これスマホとか置けそうですね。置けるしね、やっぱり USB ポートがついてるし、ついてますね、うん。そして、セレクターもここですよ、はいはいはい、ね、ギアのセレクターもここですし、あとは、この辺が、モードですか、ドライブモード。これはドライブモードで、今押すと、うん、こうエコ、はい、ノーマル、うん、エコで長押しするとエコプラス。おエコプラス、ね、ものすごくこうあの、ね、すごいエコまあ水素が足りなくなってきて給油所が遠いかなっていう時にはこれをね、そうか、もう限りなくこう省エネモードに走りましょうとなるというフィルターがついてて、はい、でその後に加湿器を通してさらにガス拡散層を使って3段階で空気をきれいにしてくれる。ここね長押しするらしくて、内気循環のスイッチですね、うん、エアクリーンシステムオンになりました。今ゴーッと、うん、いわゆる空気清浄、空気清浄効いてる。これ環境を意識してるんですかね、うんうん、そう、うん、あまりだからウッドとか、ね、その本革とか、うんうん、本物の木はあえて使わないみたいなことが謳われてますよね。サトウキビから作られるバイオ繊維をヘッドライニングとフロアカーペットに採用しています。ああ、こういうライニングとかカーペットか、うんうんうん、なるほど。トウモロコシとサトウキビから生まれたバイオプラスチックをドアトリム、シートなどの内装部品に採用している。なるほど。ダッシュボードには菜種油や大豆油などの植物性オイルから適お菓子のお家じゃないけど、抽出されたバイオ塗料を採用しております。結構食料系から出てきてるという感じで ね、まある意味今っぽいですけど、ね、はい、あこのハンドルのね形状もね、僕はちょっと80年代のなんかこの日本風なスポークでね、なんかでも今もしかしたらこういう僕たちにとってはちょっと懐かしみもあるデザインじゃないですか、はいはい、これ今の若い人にとっては意外と今イケてるみたいな、そういう感覚あるのかな。なるほどね、うん、80s 風ってことでね。そう、ファッションとか音楽もそうじゃないですか、はいはいはい、やっぱダメです。我々おじさんはもうそれリアルに体験しちゃってきてるから、うん、もうちょっとその感覚がまた分かんないけど、はいはいはい、で今の若い人とか女性にちょっとまた聞いてみたいです ね、こういうデザインね、どうかっていうことをね。ここら辺はちょっとこう、まあそうですね、若い人に聞くのが一番かと。あとね、これカーナビがついてないんですよ、はい、でついてないんで、USB で、iPhone とかでカープレイを使ってくださいということらしいです。なるほど。まあそれはね、こういうグローバルカーの中ではね、そのローカライズするのってなかなか大変だから、合理的な選択としてはありますよね。ありがとうございます。はい、そして頭上はですね、これはサンルーフ付きなんですね、はい。まあ、そんなに、巨大なやつではないですけども、いわゆる標準的な大きさのね。これね、ちゃんと開くやつですね。あ、開くやつだ。嬉しいな。オープンカー好きとしてはちょっとこう外気がね、入るのも嬉しいかな。じゃあ後席にね、乗り込んでみたいと思います。はい、乗ってみましたが、今乗り込む瞬間に思ったんですけど、うん、この低いですね、この乗り込みのなんていうのかな、高さがサイドがね、すごい、そこはよっこいしょがなかったですね。広さどうですか。広さはまあ、普通、まあ、十分、うんうん、このクラスとしてはまあ普通っていうか、そうですね、水素タンクが3つもね積んでるっていうのはあんまり気にならないですね。そうか、確かに、うん、その割ね、フロアも、ね、まあ普通にね低いし、低いですしね、うん、あ、ここの下に入ってるのかな、ここが、あ、水素タンクが、うん、水素タンクが、なるほど、
シートの下、うんうん、そこなんでちょっとここの下がちょうど入ってるって感じでしょうかね。はい、なるほど。ですね、そうですね、まあ、膝前は広さがあってですね、うん、まあ屋根はこれやっぱり全高が SUV としてはそんなに高くないんで、うん、こう頭上が広大ってほどではないけど、ね、まあ普通に100、まあ、入れるよと、うん、80センチぐらいまでの人何の問題なくね、うん、座れると思う。ちょっと後ろがねこうクーペっぽくなってる分圧迫感というほどではないですか、うん、そうそう、クーペっぽいんでね、こっちがねこう落ちてるんだけど、うん、別にそれでここがそんなにタイトになってるわけじゃないっていうのが頑張ってるところですよね、うん、なるほど。 12V のうん、シガーソケットっていうか、このシートはちょっとあれかな、寝かせる感じですか、どうですか。意外と寝てますよね、うん、思ったよりね、うん、はい、はい、ここはこれ肘置きとドリンクホルダーですねになってるという感じですね。でもですね、基本的には後ろは3人が余裕を持って座れるぐらいの、ね、左右方向のスペースはありますと、うんうん、はい。リモートスマートパーキングシステム、はい、でリモコンでこう車を出せると前後にできると、で最初にまずまあ普通にロックをしてロックしましたね、で、はい、長押し、そうするとモードが入りました。あ、今ミラーが光りましたね。これがモード入ったっていう合図で、はい、これで前後ボタンを押すと、うん、動くと、はい、でボタンの前後、まずね、うん、前ボタンを押す、はい、動くか、ほら今ほらパーキングが、おお、動いた、すごいゆっくり動きましたね。はい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 、押してる間前に行く、動くと、はい、いいですか、はい、はい、止めます。止まった。はい、じゃあ今度はバックね、はい、バック、これね、狭いところでそこに入れると、うんうん、でドアが開かないような狭いところもこうやって入ります。なるほど。で、こうやってね、後ろに人がいる、はいはい、人がいる状態でやると、はい、ちゃんと自動で止まる、スイッチ押しっぱなしね、お センサーでそうそう、安全装備がついてます。はい、ね、ネッソ試乗していますが、ね、ね、ハンドル握っていただいて、結構あれですね、うん、まあ、パワー感はありますね、横に乗っていても、そうそう、はい、割とね、ヒュッとこう、うん、踏み込んだ時にね、うん、この車格から考えると ね十分こう、なんかこう機敏というか俊敏ですよね、はいはいはい、うん、どう、これパドルシフトでね、こうエンジンブレーキ、まあ、ブレーキ回生をね、こう強さを変える、うまくやればちょっとワンペダルっぽく運転できると。そうか、回線を強くするとアクセルをこう戻したときにこうぐーっと減速感があるわけですね。レベル3まで、ワン、ツー、スリーまでいける。あ、そのパドルによって。うんうん、じゃあね、そのいわゆるこうトランスミッションのある車 そのギアチェンジとは違うけども、はいはい、ちょっとそれに似たような感じが ね。できますよ。うん、これね、あとね、こうウインカーがちゃんと右にあるっていうのがすごいですよね。確かに、うん、そうなんですよ、ウインカーね、当然韓国車ですから、もともとはね、うん、左ハンドル、右側通行で、ね、左ハンドルですが、うん、ハンドルを右に移しただけじゃなくて、ウインカーレバーも右に移してる、と、うん、逆に僕なんか間違えちゃいそうですけどね、やっぱり輸入車に乗ってるから、ね、こっち側にね、そうそうそう、うん、あるある話で。そしてですね、ちょっとじゃあベータですね、はい、ちょっと ACC にセットしてみましょうか、はい、ACC セット、はい、で、今左側には航続可能距離が、出ていますね、リミッターか、あれだね、300、あれ、はい、今 ACC を AC スマートクルーズになってますね、ね、を、入れてですね、はい、そして航続可能距離は369と出ています。フルデジタルメーターですね、これステアリングアシストも効いてますね、ちゃんと、なるほど、うん、こうちょっと寄っていくとこうククッとこうステアリングがちゃんとこう修正が入ります、うん、感覚的には結構あれですか、そんなに違和感ないですか、自然な感じで、そうです、いや、うーん、まあ普通にあっかっちり効いてると、うん、いうのはよく分かりますね、電気モーターで動いてますから、そうそうそう、当然ですが静かですね、うんうん、まあ、ちょっとね、ここまあフラットな路面でね、なかなか分かりにくいかもしれないですけど、乗り心地
的なものはどうですか。いや意外とね車がね軽いんでしょうね、こうあんまりこうドタバタせずにね、うんうん、意外とフラットで乗り心地いいですね。このウィンカーを出すとね、あそう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 、こういう感じでね、そこに、はい、モニターにミラーのね、画面が映るという、これはなかなかちょっとなかなか面白い、面白いし実際安全にも寄与 してると思いますよね。これね面白いですよね。うん面白いアイデアショー。正直言っちゃうとねちょっとこう、うん、シャシーがこう古臭いくて、ね、それを感じるのはどういう部分ですか。なんかここら辺がほら遊びがあるじゃないですか。はいはい、はい、曖昧な部分、曖昧の、うん、今 SUV っつってもこう割と乗用車っぽいのがこう主流で、はい、こう割とここら辺がタイトにこうもう綺麗にねこう、うん、微小だから効くっていうのが最新のやつですけど、うん、ちょっとこの緩さはまあ昔の SUV 風なんですかね。なるほどね、うんうん、やはりこれだな、このパネルが燃えるな、ちょっとねちょっと昔の本当にラジカセ世代にはちょっとこうたまらないものがあるな。確かに。じゃあこれをねドライブモードに入れて、うん、でこれでドライブモードね、スポーツのエコにできます。はい、うん、あそうか、ノーマルとエコか。ノーマルとエコね、はい、まあ、とりあえずノーマル。おお、やっぱこう出だしのグッとくる感じはやっぱりね電気自動車ですね。ノーマルモードだからかな、ね、結構アクセル操作に対してヒュッとこう ね出ますね。ちょっとアクセル全開してみたらどうですか。ちょっと踏んでみますね、うん、一緒ね。おお、どうですか加速感は。あまりドンってこう後ろからこう、うんうん、押されるような、うんうん、そういう過激な加速感ではないですね、うん、EV って結構目がついていかないぐらいねブワーってなる車もあるんだけど、割とそこはナチュラルで、ガソリン車が乗り換えてもまあ加速はいいけど違和感のない加速って感じでしたね。でもまあ本当に十分以上、あなんか軽快だな、すごく軽快感ありますね。空想感っていうかな、スーッと走っちゃう感じがあんまなくて、なんか意外とそういう、内燃機関車から乗り換えてもあんまり違和感のない走行フィーリングって感じがしますね。ハードルシフトで回線を変えるとどうですか。あそうか、これですね、うん、これで1レベル2レベル、あ強くなった、3レベルが一番強いんだ。そうですね、ハードルシフト、あそうするとこの加速も変わりますね。これ今回線を強くすると、おおそうか、かなりアクセルをオンオフした時の加減速がはっきりしますね、うんうん、かなりまあだからキビキビといえばキビキビだし、うんうん、まあ、ちょっとこうせわしいといえばせわしい感じになるから、これを緩めてこう2レベル、 あとステアリングアシストが入ってますね、はい、今緩い左カーブですけど、うん、かなり自分で曲げてくれてますね。当然かもしれないが車ちゃんとしてました、すごくそんなこと言ったら失礼かもしれませんが、確かに、いや何せねちょっとヒュンダイにこう運転するのはほぼ機会がないですからね、はいはいはい、うん、もうヨーロッパとか行くとねそこら中で見るから、うん、いいのねもうは分かってるんだけど、こうやって運転してみるとまたこういう感じなんだ。前僕もアメリカでなんかで、のレンタカーで、はい、ヒュンダイ借りましたよ。なるほど。なんか日本車から乗り換えて違和感のないフィーリングって感じがしますね。そうですね、うん、ドイツ車とか乗ってるとね、うん、やっぱこう別の食い物食ってるみたいな感じがね、別の国の料理食べてんなって感じがね、確かに確かに、あんですけど、そこのヒュンダイ、まあ、韓国車っていうのかな、うん、まあ、意外とそういう違和感が少ないですね、うん、アジアのカープライムカッティングエッジですが、ね、ヒュンダイの水素自動車、ネッソを紹介しましたけども、ね、いかがでした。乗ったのはもう今回初めてですよね。そうですね、うん、はい、やっぱりなんていうのかな、意外と軽快に走ると、はい、っていうのが、はい、僕個人的な、ね、感想ですね、うん、まあ、もちろんこれは、ね、その水素自動車珍しいんですけど、まあ、その前に、ね、やっぱヒュンダイの車に我々触れる機会がないから、
でも、ね、グローバルで、はいはいはい、世界でまあ5番目にも売れているという、こうやって触れてみて、やっぱり当然かもしれないけど、車としてまずちゃんとしてるなと、ね、いう、まあ、当たり前かもしれないですけどね、それはでも感じましたよね。あの実際にこう、ね、あの知識としては知っているんだけど、実際に走らせてみて、ああやっぱりちゃんとしてるんだなと、うん、で FCV っていう、ね、最先端技術もああちゃんとものにして、普通に走れるよねと、そこら辺のやっぱりあの実感というか納得できるというところは、やっぱり今回実物に乗ったっていうのが、ね、大きいですよね。そうですね、やっぱ韓国車、今まで、ね、日本ではいろいろトライアルもあったけども、うん、そんなに売れなくて、まあ、撤退したみたいな歴史ありましたけど、はいはいはい、でも実は例えば最初にヒュンナが入ってきた、はいはい、その2000年初頭と今で、はい、まず僕らの韓国に対するイメージが、はい、大きく変わってるじゃないですか。そうですね、変わりましたね。例えば今は、うんうん、だって原宿より新大久保なんです。そうです、そうですよね。若い人はね、そう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 、で、ね、韓流の、まあ、アイドルもありドラマもあり、だから韓国に対するイメージがもう本当に様変わりしたから。そうですよ、ね、今、ね、このヒュンダイとか韓国車が入ってきたらどうなるんだろうって、うんうん、ちょっと面白いことになるんじゃないかなっていう。技術的にもね、やっぱり2000、うん、もう20年前30年前とは相当違いますし、はい、世界的なポジションでもね、ヒュンダイとか、ね、韓国車はすごく認められてますので、まあ、実力も上がっていると、うん、そういう意味では、ね、これから日本に入ってくると楽しみだなと。まあ、どうなるかはまだ、ね、全然アナウンスはないんですけれども。そうですよね、はい、まあ、この、ね、ネストにしても、まあ、日本で売る売らないみたいな話はまだ明らかにはなってないんですよ ね, ですよね、うん、でも僕実際今日、ね、これ触れて乗ってみて、まあ、言ってみれば輸入車会社じゃないですか、はいはいはい、でもやはりこういわゆる欧米の車と比べると、僕はなんか日本車に、ね、ちょっと近いもので感覚を感じましたね。確かにね、ちょっとね、ドイツ車とかね、やっぱりヨーロッパとは違う独特のアジア的な雰囲気っていうのがありますよね。ですよね。うん、そう。だからそれがやっぱりね、僕ら日本人とかユーザーにも意外とこうね、慣れてくると受け入れられてしまうんじゃないかなっていう気もね、確かにしましたね。それはありますね、はい、本当に身近な車っていう感じがしますね、うん、違うヒュンダイ車、韓国車にもね、はいはいはい、乗ってみたいななんていうふうに、ね、機会があればね、ぜひね、今度はね、僕はキアが乗ってみたいですね。ヒュンダイグループのね、グループのね、はい、はい、ということでカープライムカッティングエッジ、今日はですね、ヒュンダイのネッソを鈴木健さんと一緒に、ご紹介しました。カープライムでは気になる車、話題の車を取り上げています。ぜひですね、見てよかったなと思いましたら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。 I wanna drown inside this. I wanna drown inside this. Go down and I like I captainI never had a vibe this vibrant. They were all so shiny with that three-eye vision. Take this moment, I'ma die inside it. I am pariah, I am Mariah. Words they carry, don't trust the silence. Gotta fill it all up. Like, 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 like to my